世田谷美容冒険クラブ。こんばんは、世田谷美容冒険クラブ。この番組は三軒茶屋キャロットタワー26階 FM 世田谷スタジオキャロットで公開収録です。超美容健康オカルトおもろいこと大好きなバラエティ番組です。お相手は美容冒険家のマスクとジェイとアシスタントの笹倉千尋です。お盆ですね。皆さん夏休みですかね。そうですね、はい、私は夏休みの感じ全然ない感じで、そう私もねちょっと帰省はしなくて、そうなんですね、今回は、はい、夏バテもね気をつけたいところです。美容パラレルワールド、さあ、お、今日はゲストがいます。おい、おい、たくさんいます。美しい子、はい、花がいっぱいの子今日のゲストは、はい、ソウルシンガーのタバルさん。はじめまして、タバルです。よろしくお願いします。そしてマユアイナのお二人、はい、よろしくお願いします。って感じですていうかね、今日なんでこのメンバーなのかっていうところがあって、一、うん、つが、あの、タバルさんは実は他の他局で、はい、ラジオ番組を持っていらっしゃって、はい、なんかそのそう、そのね、なんかね、他局さんとの交流っていうのもなんかやりたいねって話を結構しててですね、まあ、各の何度か他の局の方が出ていただいてしたんですよ、はい、あ、そうなんですね、はい、結構ね、九州の方だったりとかね、そうですね、はい、電話出たりとか、はい、そういった感じでなんかね、そういったきっかけがあればって話は以前からディレクターの宮古さんとしてて、うん、はい、今日ご紹介ということでね、あ、嬉しいです、はい、よろしくお願いします。あの、この通り美容番組なんでよろしくお願いします。タバルさんはいつもどういう番組に出てらっしゃるんですか。あ、自分の番組が、毎週土曜日にやってるんですけども、はい、まあ、音楽中心の番組で、もちろん自分の時間かぶらなくてとか、ね、そうですそうですね、はい、まあ、そういう形なんですけども、はい、そして今日マユアイナさんに来ていただいた理由というのもですね、あの、まあ、実はタバルさんもシンガーであるということでね、まあ、まあ、このご縁も含めてシンガー交流も含めてとかどうかなということでね、よろしくお願いします。で、同じ歌い手さんとしてね、またいろいろ通じ合うものあると思うので、はい、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、とはいえこの番組美容番組なので、はい、今日のお題はですね、そこ強調しとかないといけませんから、ね、そう、サプリメントなんですよね。サプリメント、サプリメントって結構言われるんですよ。何のサプリメントがいいって言われて、今いろんなのがテレビの通販とかあるんですけど、うん、そうですね、まあ、使ってますよ。サプリメントビタミン C だけ毎日取ってますし、吉田さん、うん、ビタミン C だけでも結構ね、うん、飲み忘れちゃうんで、家にはいろんな種類あるんですけれども、全く飲んだことない。千尋さんは？私もね、昔はビタミン C をなんか自衛隊の友達がいて、あのビタミン C のね、なんかね、原液を、はい、あの原末粉末、粉末、はい、飲んだら風邪ひかないとかって、ちょっと試したことあったんですけど、効果は効果はもらわないちょっとよくわからなくて、まあ、あれなんかね、広島出身だからあれなんですけど、俺多分ね、日本のサプリメントって、うん、あのふりかけ、あれサプリメントなんですよ。うん、ふりかけって、ご飯にかける、あの、そう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 、あれってそのまあ、元々海軍の方向けに普段の食事がまともに取れないだろうから、うん、遠征って出ちゃうとね、だその時のカルシウムとかビタミンとかの補給のため そのドライフーズっていうか、その技術ができた時にあれ作ったんですよね。すごい、うん、今はね、もういろいろエキス抽出の技術が発達してね、うん、さっき言ったビタミンとかあるんですけど、よく聞かれるのよ、一応肩書き美容冒険家っていうと何がいいんですかみたいな話で結論から言うと、もうビタミンとミネラルだねっていう普段の食生活の必須栄養素が、うん、ちゃんとバランスよく取れてないからの不具合の方が一番多くて、だから結局はね、この辺を取ってもいいんじゃないかっていうのを無断に答えて、なんかみんな面白くないみたいな感じのだからもっとなんかもっと期待されるのは、なんかこんなの実はあるんだよみたいな形でね、まあ、そういった意味ではね、まあ、この間ね、ここにゲストで来ていろいろご説明いただきましたけど、あの乳酸菌系とかね、結構ね、もう私が今おすすめしてるのは菌活なんですよ。菌がやっぱ面白いですよね。納豆なんかもね、納豆とかね、まあ、そう、納豆もそうだし、まあ、普通のお味噌汁とか、あと漬物もそうですけど、乳酸菌も本当にいろんな種類があって、でそれがね、今研究の成果がいろいろ出てきてるんで、あとそのサプリメントが何からできてるかっていうところも結構いろいろあったりするんで、なんか値段もね、様々だから、こうあまりにこう安いとこ心配になっちゃう。そうそうそう、ある本当にあるんですよ、自動車メーカーさんから、あの廃品からビタミン C を作ってるとかっていう話とかも、これやっぱり言っちゃいけないのかなと思うんだけど、まあ言っちゃうんですけど、あの合成で作るから、
結局いろんな組み合わせから抽出して作るっていうのがあるので、うん、だからね日本が景気よくなって車がたくさん売れると、うん、その部品から、ね、余る廃材からビタミン C を作れるから安くなるけど、あんまりこれ売れなくなると作らなくなるから、その部品が出てこないんで、うん、ビタミン C が高騰するとかね、うん、で安いビタミンっていうのはやっぱりそういう大量生産できる仕組みからできてるし、うん、高いのだと本当天然の果汁から抽出してもらったりするし、うん、本当にその手間にまで結論から言うと食事で取りましょうという感じで、まあね、それで取れたらね一番いいですね。だからねもいのこねあんまり飲まないっていうのはね、それ一つ健全な。だからタコさん好き嫌いあるんですか？全くないです。お、全くない。素晴らしい。最大です。なんかシンガー的な形ではこう気をつけてらっしゃる食生活なんかあります？プロポリスですかね。あ、やっぱ蜂蜜系ね。マヌカハニーとかね。そう、結構やっぱ殺菌性が高いんで、守るためにとか予防とか、もうどうしても調子悪いときは原液をもう喉に直接、はい、めっちゃ痛いんですけど、あ、痛いんですか？あの傷口っていうか、なんていうんですか、荒れてるときはすごく染みる感じがしますよね、はい、でもプロポリスなんかこう指とか切っても直接塗った方がすごくいい、止血効果もあって殺菌もしてくれてすごいいい、万能ですね、はい、万能みたいです。うん、なんか前アイナさん結構声が出なくなったっていう時ありませんでした？ありました。やっぱり蜂蜜取ったり、あとなんか普通に薬局とかで売ってる龍角散の粉とか、あ、龍角散、漢方飲んだりしてました。そうですね、酒飲んで寝ら、ね、治るなんて言われてね焼けていっちゃう違う声色にね、まあ、そういうことでちょっと田原さんのなんか告知があるということ、 ありがとうございます。そうなんです、8月の22日水曜日なんですけども、はい、私活動始めて5周年になりまして、はい、5周年のありがとうございます。はい、ワンマンライブということで、赤坂にありますマイナビブリッジ赤坂というところでワンマンライブをさせていただきます。はい、なんか名前が最近変わったみたいで、はい、5周年すごい、はい、5年目ってなんかいきなりやろうと思ったんですか？そのやっぱり子供の時からずっとやってて？いや全然です、いきなり、ソウルシンガーになろうと思って大丈夫です。すごい、はい、なんかやってみたらっていうのがきっかけなんですけど、はいはい、そこから、はい、やることになって、じゃあせっかくですのでね、ちょっと一曲、はい、はい、曲をね聞いてみたいと思うので、ありがとうございます。曲紹介の方をいただいてください。はい、ありがとうございます。去年の3月にリリースしましたエモーションというアルバムの中から、タバルで涙雲です。タバルさんで涙雲でした。かっこいいね。ありがとうございました。すごい、あの では怪しいことが大好きだのコーナーです今日美容健康をこう歴史を遡っていくと大体怪しくて、うん、宗教とか魔女とか、はい、あと神様から与えられている、はい、そういうのがあるから、うん、なんかだんだんそんなの絡んでくると面白いねって話になって、それでね怪しい話でね盛り上がろうってことのコーナー作っちゃったんですよ、はい、なんか噂によるとタオロさんがいろいろいろんなネタをお持ちだっていうことすんごい怖くてなんか楽しいってことを聞いてますけど、はい、いえいえ、ぜひ披露していただきたい。お願いします、はい、なんかちょっと恥ずかしい、はい、いや、うちの甥っ子が、はい、弟の子供が2歳の時に川で溺れてしまって、で心肺停止してしまったんですよ、はい、それで蘇生して息を吹き返して、まあ、今元気なんですけど、その時にサンズの川を見たらしくって、はい、まあ、2歳の子だからそういうの分からないはずなのに、それを一生懸命うちの母に説明するんですって。なんか、はい、ね、綺麗な川に行きたかったんだけどおじちゃんに怒られたんだって、来るなだから帰ってきたって言うんですって。で、そのどうもおじちゃんは、うちの父も亡くなってるんですけど父だったっぽくって、写真を見ると、だからなんかすごい追い返されたと。だからその本当一歩手前とか、本当にそんな川があるんだなって、すごい綺麗なとこだったらしくて、そこに行こう行こうとするんだけど怒られて止められてっていうのが、まあ、2歳ぐらいの、まあ、そんなにまだ言葉が拙なくないうちにそういうことを言い出して、でそれがその後からはお盆になると、あ、帰ってきてるとか言うようになったらしくて、家で。でもなんかその怖がる様子もなく、なんかね帰ってきたんだけどまた 2,3 日後に来るってとか言うんですって、うちのおばあちゃんに。
会話してる。そう、なんかそうらしくって、はい、そんな話を、してました。まあ、だいぶこうざっくり言いましたけど。自己きっかけで見えるようになるって人多くないですか？はい、あ、でもやっぱそうなんですね。私も聞いたことあります。なんか自己に会ってから見えるようになったっていうのは。そう、それはいいのか悪いのか、うん、ね、ですよね。だからちょっと近くなるんですかね、そういう世界というか。でもね、笹倉さんのね、おばあちゃんもよく来ていらっしゃるんですよね。出しますね、そういう感じ。一割その話題から入ってるんだね。そうですね、すごく第1回目の第1回目、私のおばあちゃんの話、ちょっと亡くなったおばあちゃんの話、でも全然それは私は見えないし何も感じないタイプなんですけど、ちょっとね、おばあちゃんが一時期見えた、あの写真に見えたことがあって、あったんです、そういう時が。菅野さん何かありますか？全くないわ。ありがとうございました。すいません。身内でもそんな聞かないので、すごい不思議ですよね。で、こういう話をしてるときにこう、あ、サブイボがとかって言うと、あーって言うんですよ、宮熊さん。ね、そのそれサブイボがって話題に出たら関係者が誰かいるからこう気温が下がるんですよ。ね、ね、好きなんですよ。適当なんですよ。そうなんですよ。スタジオ真っ黒にしたりするんですよ、たまに。本当やめてほしいんですよ。怖いじゃないですか、夜のスタジオって。ね、そうですよ。あと業務妨害ですよ、それ。でもね、本当あの見たことない、あの、まあ、だから甥っ子さんするとおじいちゃん、はいはい、見たことない子がいて、どうもそうらしいっていうのは、そこね、なんか自分経験あって、自分ひいおじいちゃん、なんか夢の中で知らないおじいちゃんがニコ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 笑ってる人、なんでもなんか優しい人だから、ただまあニコニコ見つめてくれてるって感じ でそれがなんかその後起きて、誰か知らないおじさんが夢に出てきたなとリアルにと思ったら、写真を見たらそれはひいおじいちゃんの写真と、あ、この人だって会ったことないから、それを会いに来てくれたってことですかね。はい、それは8月の この14時のお盆の後だったような記憶。お盆だもんね、これ放送の時ね。これが放送の時ね、そう、これはね、大変ですよ。雑なんですよね、そう、雑なんですよ。何でポンと言うんだけどさ、なんかこう盛り上げてるんだけどさ、そうなんですよ、打ち壊すよね。はい、そうなんですよね。じゃあ、分かった分かった。宮城さん、何かありますか？多分このタイミングで、田村さんがその話をしたってことは、お父様がもう822を応援しに来てくださってますね。なんかつなげましたね。無理やり。いや、実際でも本当お盆は小さい子がこうね、あ、おばあちゃん来たとか、ね、あるみたいですから ね、 ですよね。よくこう私の家の風習では、お墓参りでお墓からおばあちゃんおんぶして、家に帰って仏様で下ろすっていうのをやってるんですよ。実際本当に終わったらまたおぶってお墓参り送り感じなの。お送りはどうしてるんでしょうね。あ、なんか仏壇の前にほら、ナスとキュウリがあるから、それで帰るってよく言うじゃないですか。あ、はいはい、乗ってね。そう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 、ナスとキュウリ、ナスとキュウリ、なんか足をこう刺して、馬の代わりっていうかね、馬と牛に、ズッキーニとヘチマしたらどうなるの。ヘチマちょっと大きくないですか。大変大変。あれね、本当その風習も面白いんですよね、いろんなところでね。あの代わりね、この火を火ってろうそく舐めてこう流したりとかね、そうそう、全然違うんですよね。でもあれやったの、台湾行った時なの、空に飛ばすやつ、あ、綺麗なやつですね。あ、ちゃんとそこのね、ちゃんとこう火つけてね、あの紙の中でふわーって何を飛ばしたの、どこに行くんですか。あそこはね、本当飛ばしっぱなしらしい。大気圏、大気圏まで上がってこない。やべ、何も消滅した。紙のこのちょっと袋状のキューズみたい、そこに火つけて、本当ね、ずっと山の中から飛んでちゃっていいのかなと思いながら、まあでもこう、和紙っていうんですかね、紙と木だから自然に帰るっていう意味ですかね。インスタ映えしました。セレナ感じ、怪しいことが大好きなので、お盆特集ということでね、はい、まあ、そういったいろんな不思議なことがありますねということで、はい、宮久保さん最後ね、ビシッと、はいはい、まとめていただいて、はい、専属しましょう。はい、ありがとうございます。はい、専属しましょう。ナムー、生阿弥陀仏。あ、あれ知ってます。私はなきゃ、私はなきゃ、今死にたよ。いや、もうこれ余談で、十九観音経ってわかります？三千円、女の仏、幼仏、幼仏、六方様、上学科上、少年観世音、五年観世音、年年重視、年年不妊心っていうのがこの人なんです。すごい、かまずに言いましたね、すごい。僕毎日言ってるんですよ。力のある経文で、これを覚えておくと、いざという時にお守りください。まあそんな感じで。そんな感じで。今とか使うことも。はい、多分使わないなと、これ今のことは。さっきのね。さっき言ったことは終わりました。ありがとうございます。
ヤシでコンシェルジュ。コンシェルジュ。このコーナーは主義セラピスト協会の提供でお送りしています。お家でご自身でも鏡の前でベロの下とかを上げて、あのベロの下を揉んであげるとかね、軽くでいいですよ、軽く揉んであげるとか。それはアナウンサー的にはそういったなんかないですか、そういうベロの体操みたいな。でもあの滑舌でよく私があのやってるのあるじゃないですか、はいはいはい、こうララララレレ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 ルルルルって、あの放送前、はい、そういうそれは下と筋肉は使ってるはずなんですけど、うん、関係してるんですかね。なのにちょっと二重顎になるんですけど、ただそれって細かい動きじゃないですか。だから大きな動きでベロの下とかちゃんと使ってますかとか、あ、そうなんです、ね、下の先っぽだけとかね使ってないとか、ちゃんと顎の関節も使ってるかとかありますので、我々の施術家の方ですね、よく接骨院の方だと顎の関節外れてる方とか飛び込みで行けたりもしてましたし、最近だと顎内障という顎の関節の捻挫みたいなね、あるいは四十肩みたいにあの顎が開かなくなったりとか痛いっていう方の治療をするときあるんですけども、これも本当に顎だけじゃなくて首の座り頸椎の方も動かしながらやるので、あのよくストレートネックってやる、頸椎って本当 S 字に、ね、うん、背骨って S 字になってますけども、ちょっとまっすぐになってる形で、そういう方を見たりするので、顎を見れない方は肩こり治せないです。よくアナウンサーの人とかは顎関節症とかその顎のトラブルが多いんですよ ね、はい、多いですね。で友人がその整体に行ったら治ったって言ってたん で、うん、あ、だから全部つながってるんだって言ってびっくりしてました。本当極端な話、顎とか首を治すのに、あの胸 の、 あの中央のところですね、あばら横隔膜ってありますよね、はい、横隔膜と鎖骨の間真ん中のところあります、はい、あの胸の骨胸骨ってあるんですけど、ここのあたりがねちょうど自律神経とホルモンバランスとかのね大事なんです、ね、うん、あるので胸腺っていうのもあるので、はい、ここがね左右でしこりがある方もいらっしゃるんです、だこういうところを緩めてあげたいです。そうすると胸の開きが違うんです。あ、なるほど。呼吸しやすくなる。猫背の人はこう、うん、そうなるからね。そうですよね。時々いらっしゃるんですよ、そういう猫背でここ負担がかかっている方もいらっしゃるんですけども、先生心臓もしかしたらやばいかも、あ、大丈夫大丈夫って話をして、でここ緩めてみましょう、横隔膜調整してみましょうとすると、あ、息しやすくなった、へ、楽になったっていう方いらっしゃいますので、うん、肩こりとか、ね、ずっとやっててギューッとだんだん強く押される、うん、でも物足りなくなるって方いらっしゃったら、うつ伏せだけじゃなくて仰向けも見てくれるところに行かれるといい。あ、なるほどね、そうなんですね。基本的にあの仰向け見ます。うん、ちゃんと見る方は鎖骨のバランスもそうだし、そう、鎖骨のところにくっついてる首の骨ね、うん、あ、筋肉ね、こういうところもつまんでギャーって叫ぶ方いらっしゃいます。じゃ本当に肩こりだからって肩も揉むだけじゃなくて、もういろんな なんか原因の可能性があるから、うん、そうです、もう首だとか胸だとか口の中とかっていうのを全部いろいろこう知っとかなきゃダメですよ、はい、そうですね、立体的に見るって形ですね。やっぱりこうやって普段からこう意識して動かすのがいいんですか。そうですね、動かされたらだから胸をよく開きましょうと、だからヨガが流行るんです。そういうことです。あ、現代の方あの呼吸法をうまく使えない、腹式にしても胸式にしてもできないのはこの胸郭の動きが ね全然画面が動かないからあれなんですけども、うん、言葉で伝わるか分からないですけど、ちゃんとあの胸がこう左右に広げるかとか、なるほど、ね、こういう動きですね、こういう。じゃいくらヨガやったってもそれができないとあんまり意味がないのかもしれないですね。はい、こういう胸郭やる肋骨鎖骨肩甲骨の空間のところですね、うん、もうそこに大事なだって臓器全部入るんです。心臓、肺、あ、そうですね、ね、あの、そうですね、肝臓とかあるんですよ。だから背中に何か背負ってるって昔の方がいらっしゃる言って、あの言ってたと思うんですけど、頭いいんですよね。背中に背負ってる方は内臓も疲れてるし、もう胸すぼめてるから肩も凝ると、うん、だ美容系で流行ってるのはもちろん肌が綺麗になるからっていうのもあるんですけども、腸セラピーとかお腹仰向けでやる施術が増えてきてる、うん、あ、そうですね、うん、あんまりなかったから、じゃお腹とか仰向けやってあげるだけで前の肩の方も楽になっちゃうから、体全体が楽になったと、あ、ちょっと痩せてくるかも、今までうつ伏せしかやってないからそうなんですよ。だって皆さんね、頭ってどこに乗っかってるの、あ、肩ですね、じゃ肩ってどこ乗っかってるのって、あ、骨盤ですね、うん、骨盤ってじゃあどこって言ったら足首になってるから、足の指から動けないと肩こり取れないです、うん、だからウォーキングも最近また見直されて、うまさを愛しまずさを憎む世田谷グルメは私に任せて、腹ペコトッキー、
でね、このコーナー乗っ取りを狙ってるマヤエナをお迎えして、はい、今日今回も、はい、美味しくいただいております。はい、今日はあの洋画にある、はい、昨日 J さんと行ったお店なんですけど、いつもじゃないですか。いや、何ですか。いつもの話です。打ち合わせが多すぎてね。で、今日はどんなお店ですか。まるでナポリさんっていう。まるでナポリさん。知ってる？もしかしてピザとかイタリア系ですか。そうそうそうなんですよ。あそこピザ大好きなんですよ。美味しいですよね、本当に。あそこはあれなんですよ、ピザの大会であの優勝してるあのところなんですよね。あ、そうなんです。で、ね、ちゃんとね、釜があるの。ピザはね、おすすめなんですよ。うん、薄い感じですか。ね、薄いか、いや、パンケージの方かな。ちょっとね、カリカリではないんだけど。そう、ジューシーですよね。へぇ、だから、私知らないんですよ。あ、まだ行ってないんですよ。もちろん行ったことないんで、ピザが好きですってテンションが上がっただけです。ごめんなさい。なるほど、なるほど。すいません、紛らわしくて。で、ピザだけじゃなくて、もちろんパスタもそうだけど、ピッツァだけ。すごい、かっこいいですね、ピッツァ。魚料理とか、肉料理とか、あとは向こうのナポリ風のちょっとおつまみとかね、あったりして、ワインもたくさんあるし、実はね、それだけじゃない。実は今日はね、まあ、チーズケーキ食べながらですけど、はい、じゃあマリナポリさんも実はこう、洋菓子があって、そうなんですか。うちが好きなのはそこのシフォンケーキ。あーそれも好き。美味しいですね。あとね、フルーツタルトとかね。ほんと知ってますね。シフォンケーキなんてね、食べなんかいっぱい食べたらなんかすごいふわふわだから、ね、そうそうそう、いつの間にかね、すごい量食べてるんですよ。気づいたら。ショートケーキも美味しいの、ちょうどいいやん。あ、そう、生クリーム大好きです。私も大好き、生クリーム。ちょうど桜新町から、旧246を通って坂を降りた信号を左折していただいて、小島電機さんがある目の前にありますので、まあ、そのね、洋画の小島電機の向かいって感じですね。そうですね、洋画、ね、ちょっと土日は混雑に注意っていう。駐車場もしっかりあるんですけど、あ、 そうなんですね、そこもいっぱいになっちゃう。ぜひ行ってみてください。腹ペコトッキーのコーナーでした。